金色のトレンカトレンカは、レギンスの一種の足を覆うボトムスである。トレンカレギンスとも言う。一般的にレギンスは、足から先を覆う部分がない、もしくは長くとも、くるぶしを覆う程度の長さであるが、トレンカは、土踏まずの部分に引っ掛ける部分を持ち、つま先とかかとが露出する。これらに対し、足を完全に覆う形状のものは大ツである。なお、足部分に、 トレンカと同様の構造を持つ靴下はトレンカソックスと呼ばれる。本来の名称はトレンカーでこの形のスキーパンツを考案したルイス・トレンカーに由来する。スキーパンツだけでなく様々なスポーツ用パンツに使われた商品名である。英語圏ではしばしばスティラップパンツと呼ばれる。日本では以前はバレー用タイツとして着用されていたが2009年頃から 新たなカジュアルファッションアイテムとして着用されるようになった。メリットやデメリットはタイツとほぼ同様であるが、足首より下の部分に限って言えば夏場の炎天下などでも蒸れにくいというメリットがある。タイツやストッキングのような素材で作られたものが多く、もも引きのような役割がある。足に引っ掛ける点でトレーニングパンツに類似する。そのため、清掃として用いることは、 好ましくないとされる。ありがとうございます。